令和2年10月3日、熊本地震で寸断された国道57号の北側復旧ルートと現道が開通し、式典が行われました。阿蘇市車帰りにある二重の峠トンネル内では、午前10時から北側復旧ルートの開通式があり、国土交通省副大臣や蒲島県知事が挨拶、来賓らでテープカットを行い、完成を祝いました。万歳三唱では、佐藤阿蘇市長と大津町の家入町長が、お揃いの紅白のマスクと手袋をして登場。佐藤市長は、これまで24時間工事に携わった方たちに心から感謝していますと述べました。この阿蘇市赤水と大津町引水を結ぶおよそ13キロの北側復旧ルートは、信号機のない片側一車線の自動車専用道路で、両区間の所要時間はおよそ10分となり、利便性が向上しました。また、南阿蘇村の立野地区では、正午から現道の開通式があり、テープカットと崩落現場に設置された石碑の除幕式がありました。2つの開通式では、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から一般の参加ができなかったため、式典の模様は阿蘇インターネット放送局 WebTV 阿蘇によるライブ配信が行われました。式典の模様は同サイトで見ることができます。